毛利リー・ノ明治18年5月23日は、長州藩一門画廊である、宇田毛利家の十二代当主。子に、村上藤江。養子は、毛利義久。通称は常太郎、匠、党内。開園二年、長州藩氏、村上伊王の長男として生まれる。伊王は、宇田毛利と十代、毛利リ明の次男で、野島・村上家の養子となっていた。祖父、 不騒ぎの後を継いでいた、毛利元助の養子となる。藩主、毛利高近より返帰を受けて、親信と名乗る。慶応二年幕府による、第二次徴収政党を受けた際には、総督として石州口防衛に当たる。慶応三年藩主、毛利高近の命で、藩兵を率いて入京。慶応四年、とば、伏見の戦いに参加し、勝利を収める。北越戦争。 アイズ戦争にも参加して、先行を立てる。明治元年、朝廷より、金利守護の功績を称される。大阪で、物色病法を伝習し、明治3年、半日で、フランスに留学、私塾で、法律学を学ぶ。明治6年には、岩倉施設団として、フランス入りした、木戸高吉とパリの司会に通ったことが、木戸高吉日記に記されている。 明治七年に帰国し、明治十一年第百十国立銀行が開設されると遠通りとなる。その後、敗結核に倒れ、下関で療養に努めていたが、明治十八年五月二十三日に死去した。去年三十七。家督は、矢部元助の子の義久が相続し、親心の母親戦争の功績により、明治三十年に男爵に助された。実施の藤枝は、 実家、村上家の養子となった。大仏、剣刀校、小野正吉、敏郎夫子の事例、田中貞夫総科大学一般教育部論集、31から57。ありがとうございます。